普遍は、石川敦氏が1936年に書いた、高等的関連小説。雑誌、作品昭和11年6月号9月号書出。第4回、芥川賞受賞作。ジャンヌ・ダルクを題材にした大作を書こうとしている。主人公の周りでは、関連世界では立派なことを言うが、現実世界では避け、爆薬物とろくなことをしない、急望して、 堕落している頭で価値な若者が集まる。ある事情で一家破産した私は貧困の底で古い知り合いの政治評論家、坂上政権の主催する雑誌、正論に関係をつないだり、主治の評論や作品を書いたりして暮らしていた。中世フランスのジャンヌ・ダルクを産業する作品を作った女流詩人、クリスティヌ・ド・ピザンの伝記を書こうとする私が、 パルイモイチの自宅に一晩泊まった、明くる朝から、物語は始まる。私は、ひょんなことから、叫びたりの余分像、モルヒネ中毒の妻、おくみを持つ、鳥屋の主田辺彦介、六幕の妻、ひさこを持ち、骨董症の寺を人作、アパートの女将、カツラ子ラヤ底辺に生きる俗物たちと知り合う。 彼らとの交流を通じて、様々な世間の諸層区を、私は、目の当たりにする。三年ぶりに会った文蔵は生産にやつれており、彼の妹、ゆかりは、非合法運動をする青年と恋仲になり家で、してしまう。お組の母は急に電車で歴史し、あっけなく仮装される。人作は妻を差し置いて新たにお綱という女を、作るが、今度はそのお綱を思いちに取られてしまう。 安子は政権に山の井飛行機製作所の鉄くず払い下げ入札の件で圧旋を求めに行くが、うまくいかない。田辺の妻、奥美は麻薬摂取の罪で留置所に入り、出所後まもなく、痩せこけた姿で夫に法要を求めて手を伸ばす、最中に断切れる。田辺が隠していた森姫の小瓶はいつの間にか見当たらなくなっており、文造の妹、ゆかりは駅で警察に捕まり、 連行されてしまう。私は苦しい姿勢に不言菩薩の次元することを願うが、その願いも虚しく、お綱と密かにホテルで寝たその翌日、仮宿に帰ってみると、安子がはしご段を駆け降りて、文蔵の異変を知らせ、文蔵の部屋に駆けつけてみれば、畳の上に骸骨のぶっちがいのついた森ヒネの小瓶が転がっていた。ありがとうございます。